事務所を独立されてから1年、まあ、8ヶ月か9ヶ月ほど経ちましたけど、僕詳しいだいぶ慣れましたか？いや、慣れてないです。慣れてないっていうか、すぐいっぱいいっぱいになっちゃうので、いろいろ溜まったりしてて、仕事がでも、もう舞台のことしか考えられないので、とりあえずは皆さんごめんなさいと、この映像を見た人に届けばこの思いが ご自分のマネジメントも全部お一人でやってらっしゃるんですか？でもマネジメントっていうほどのことではなく、仕事の依頼を受けて、で現場の場所聞いて、時間聞いて、行ってセリフをパーパー喋るっていうただそれだけのことなので、そんなにマネジメントって難しいことでは多分ないんです。ないんだけど、これ役者全員共通だと思うんですけど、ガーッと芝居のこと考えてるときに、別の台本の話あるからちょっと読んでって言われても、なかなか読めないんですよね。今なかなかその気持ちにならない、ごめんなさいみたいなのとかは結構ありますね。